東京、あ、東京はね、もうほんとほんと頻繁にライブしてるし、今週の日曜日はその定期公演って言ってアンドコールだけのライブで、ハロウィンのコスプレしてライブあるからぜひ来て。これはね、髪色は分かんない、全然。もう1年以上こんな感じを続けてて、オーダーの仕方がちょっと分かんないんだけど、キャラメルとかキャラメルモカとか言えばいいんじゃないかな。アイドルの衣装見るとキラキラで可愛くて目がクラクラする、分かる。で、メナも一時期撮りたい。え、撮ろういつでも、メナはいつでも撮れるよ。ハロウィン欲しすぎますねえ、ひかりちゃん嬉しい、まだ見てくれてるの、ありがとう。ハロウィン、ハロウィンちょっと何するか、あのみんなお楽しみだよ大公開誰しかしてくれるかな、わかんない、知らないよ知らないけど、定期公演毎月だっけ、そう、毎月って言ってたっけどうだっけ。でも定期公演って定期ってことはそうじゃない。ボブユキちゃまはあの当分ないです、てか予定はないです。ごめんね。北海道でライブね、そう、この間北海道行ったけどライブはしなかったから、ちょっと次はライブもねできたらいいな。赤たんすぎて保護案件、え、マジ保護して保護して、あのいっぱいお菓子を買い与えてください。髪色かわいい、ありがとう。これかわいいよね、本当にお気に入りで、ずっとこれ。今年の思い出して生電話できたこと、そうだよ、生電話当選おめでとうすぎる好きなお菓子は、え、マジであのおせんべいとか、あ、イカとか、お菓子っていうかあのおつまみが好きですハロウィン行けなくて悲しくなるから心のシャッター閉じます。いや、開けといて。アップルミュージックで曲聴きたいんだけど、何曲が一番好きですか？アンドコールの曲ってこと？食べっ子動物は飽きました。結構前に、もう1年以上前に飽きてますおせんべいは飲み物です。はい、そうです。お酒好きだよね。え、お酒も好きだし、おつまみも好き北海道に訳したね、それ見た、本当にかわいそう本当にあの時ジンギスカンの時隣でさ、アクスタ見せてくれててさ、はあ、持ってきてくれたの嬉しいとか思ったら、まさかのその後になくしてたっていうねかわいそう。ジャージ似合ってる、ありがとう。これはねもらったやつ、ありがとう。4曲の中だと得意なのは、なんだろう、カリスマ、一番歌ってるからカリスマラプソディかな。おせんべいとかおつまみ求めてくる赤ちゃん渋い、いや本当にね夢だって非常にするし、ありがとう。ほんと一緒に飲みたい。え、ね、いつかね、みんな飲みたいよね。アクスタあるの？そう、あの明日まで、でこの誕生日9月16なんだけど、生誕祭やって、その後の来れなかった人とか用に再販売みたいなネットであって、それのネットサイン会するのね。でグッズにサイン書いて、あの25日に、今月のあさってだよね、あさってにゆきのインスタのアカウントで配信、18時から配信なんだけど、それが買えるのが明日の23時59分までで、あのまだアクスタ2種類とかトレカと T シャツあるので、あのぜひ、リンクはあのゆきの X ちょっと遡れば出てます。気になる方はぜひ。デカアクスターね、デカアクスターもね、また作りたい。今日クイズ出てよ、お、ありがとう、見せてサイン付きなの。そう、今はさ、私物サインないから、特典会の時に、だから今このタイミングでサインを作って、これから買う方は結構いいタイミングかも。お、今すぐ見てきます、ありがとう、嬉しい。バズった子ありがとう。お小遣いもらえれば爆速で買えます、ありがとう。生誕もね来てくれてありがとうアイコンね変わったの嬉しい
T シャツ多すぎます。 T シャツ着てレッスンしたい、頑張れる。嬉しい。もうあげるよ、ゆきが持ってる T シャツ生誕のあげたい、着てくれるなんて嬉しいな、マジであげあげたいなんならもう着てほしいもん、ゆきの生誕 T そう、コメントもなくなったからちょっとそこはごめんなんだけど、決まりは決まりなのでごめんなさい、よろしくお願いします。 T シャツのサインは L でちょうどいい、 L で、まあ、ぴったりちょうどいいぐらいで、 XL でゆとりあって可愛いみたいになるかも、駅の感覚は。私物サインはそう、もともとなし、感じすぎてインスタも TikTok もフォローしました。おありがとう、嬉しい。そう、そういえばインスタも 2.1 万いきました、ありがとうございます。この間つい一昨日ぐらいに、昨日とか一昨日、昨日一昨日とかに、一昨日ぐらいか行ったのに、ありがとう2万T シャツ肌触りが非常にいいのよねいいらしい、みんなぜひぜひ。大阪オフィスはオフィスは前と同じ場所だよね。あ、そうそうそう、あ、そうだっけわかんない、あれと一緒だっけ、わかんないT シャツ着た買ったけど L だから結構ブカブカ。あ、ほんとに、ほんまに来ます、ゆきちゃんパワーが頑張って、かわいすぎる、かわいい。ゆきの推しメン、ゆきの推しメンが TikTok の今見てくれてるの会場販売価格プラス1000円はお得、ありがとう。ぜひみんないっぱいゲットしてね。もう生誕のグッズはこれ、この明日までの機会を逃したら購入できるところはなくなるので、あの迷ってる方は今日か明日中にポチしてください。アンコール始まったからゆきちゃん初見のフォロー増えた、めちゃくちゃ増えた、めっちゃ増えたよ。スマホのカバー今でできちゃうの初期サイン、お懐かしい、なんかもう可愛すぎてありがとう。ゆきちゃんの推し活ふわふわしそうで可愛い、ふわふわ、ゆき本当にちょっとあの推し活したいのどっちが3連だっけと、こっちあ、新しい趣味、そう新しい趣味やばい、もう普通に忘れてた。新しい趣味は、ゆきはあのシール集めになりました。なんかさ、自分小学生の時とか同年代わかると思うんだけど、シール交換めっちゃ流行ったじゃん。でさ、ほらシール帳をね買って、いやほら見てこのね水のシールとか、わかる、懐かしくない、これ買って今これめっちゃ集めてて、あ出ちゃった、でこれ懐かしい、プニプニレート高い、マジで高い、プニプニとかあの水が入った水が入ってるやつとか、あマジレート高いです、交換の。でさほら見て、ねほら、あメナも懐かしいって言ってる今ね、マジでね、メナシール交換しよう、それ言おうと思ったの、あのさシール交換しよう、マジで、だからメナもあの集めてシールねそう、ほんと見てこれ可愛くない、これ水入ってるやつが、これはプクプクのお化けなの、めっちゃ立体の、本当にマジ今平成女児に戻ってる雪。これ本当に目のマジレッドカイのめっちゃ持ってました。ねえね、本当にね、交換しよう、交換しようね、次遊ぶ時持ってきてこれ本当に今日やって本当ときめいて、もういろんな人に自慢してるんだレッド高いやつ2対1で交換しよう、ありそう本当に、であとこれぐでたまのページも作った、可愛くない、可愛くないか、ほらこれが、あとね隅っこ暮らしのシールもあったから貼った、これもね若干ね光沢感ある、若干立体みたいなやつとか、あと動物とかもやった。ネイル可愛い、ありがとう、ネイルはこれ変えたえきマジでちょっと本当にもうシール、もうシール集めたいし、このシール帳もいずれ
あの足りなくなるからちょっと今度可愛いなったらまたちょっと探します。シール帳分厚くなる感じですけど、わかる、こんなんなるやつね、本当にもうゆきね、これがね本当にもうね今めっちゃハマってる。プニプニと四角いカッカクでどっちが好きですか？どっちも好きなのゆき。シール見つぎたい、ありがとう。てかみんなあのシール可愛いなったら本当に教えて。本当に本当に本当に特典会シール効果できたら可愛いね。わかんの、ちょっとみんなにしたいよね、できないけどさ。ガムテープ、ガムテープいらない、いらない、レート低い。しかももやシールとかじゃないしね、ガムテープってね。本当にさね、可愛くないってか、このさ水入ってんのとかさ超懐かしくない？可愛い、しかもそのめっちゃ可愛いの。水入れシール持ってる子勝ち怒ってた、わかる、いつももうドヤ顔してたもん。ねえ可愛い、熱弁してるちゃん可愛い、ありがとう。いきさ、あのさ熱弁とかすると本当に早口なのね。聞き取れないかも。水入ってなっこりすぎたね、そうだよね。香りシールも、あ、わかる、懐かしい。マイメロさんシールたくさんあげたい。え、マイメロ絶対可愛いじゃん、欲しい欲しい。え、ほんとマジ可愛くない？ゆき水入り好きだし、あとプクプクも結構好き、あとおはじきシールとかも大好き。水入れ落下してこぼれたことあるよ。あ、でも大丈夫、これはまだ新しいし。ねえマジでさ、ねマジでさ、メナシール交換したい。だからメナも一緒にやろう、ハマろう。チーカーのシールもあのプクプクとかだったらめっちゃ欲しい。なんかステッカーみたいなさ、あれ平らなのはなかなか交換とかなくない？私もシールちゃいます。え、ひかりちゃんもあるの？ねマジでさ交換したい。マジで、ね、もうみんな交換しよう。ねこれお化け可愛くない？ほら可愛いでしょ。プクプク水入り、メモメモ、え本当にでも可愛いなったらマジで教えてくれ、可愛すぎるの。あとこう立体のやつもう大好き。マジでテンション上がった、もう今日これを見つけてからずっとテンション上がってる。透明かわよいでしょ、透明かわよいの、ほら見て、ここほらこんなこんな分厚いの見えるかな、かわいいでしょ。シール交換会でもやっとけ、怖い口調。送るか、持ってきますね。え、本当にありがとう。ねえ、ちょっとかわいいの、かわいいの見つけて。なかなかでも売ってないんだよね、こういうの。今のシールはクオリティ高いんだな。いや、昔からね、昔からね、水入りとか、すごいよね、考えた人。え、かわいくないっすね、このページも。かわいいでしょ。平面。あ、そうそうそう。今こんなプクプクとかあるのよ。東京アートから2人やってる？え、わかんない、売ってんのかな。いくらはこう本当に今日たまたま見つけて買ったって感じな。どこに売ってんだろうね、こういう。すみっこ暮らしはトカゲです、トカゲが好きです。タンプレ、あ、やばい、もう普通にさ タンプレとかのあれ忘れてたわ。過ぎてて全部あげちゃいますよ、こんな。嬉しい、交換したい、マジで。だって今度会う時一緒にシール交換しよう。何系、何系は、何系なんだろう、ちいかわ、ちいかわ、えいきがもらって嬉しいのはちいかわのグッズだったらマジ何でも嬉しいのと、あとはあのヘアオイルとか、うーん、パックとか、なんか日用品で、日用品、消耗品っていう、そういうのもあの絶対使うのは嬉しいし、あと洋服とかあのそういうのも嬉しい。温めたり冷やしたら絵が変わる、あ、なんかね、そういうのもあるよね。
フーネも可愛いよね。岡田さんがびっくりも集めてるじゃん。あーそれね、それね。何かね、シエルはそっちのイメージもねあるね。シエル帳持ち歩いてきますね。え、本当にちょっと本当にいつだっていつ遭遇するか分かんないからもうどこ行くにもあのシエル帳持ち歩こう一緒に。最近服の系統ガーリーになったよね。え、結構ガーリーかもうパーカーとかのそのもうダルギみたいなのが好き。生誕トリック買っちゃいました。おー、ありがとう、バズった子一生バズった子呼び、ありがとう、嬉しい。あさって配信楽しみにしてね。アーカイブは1日だけ残るから次の日の18時まで。ピーチクラブにめっちゃ売ってるよ。そうなんだ、へえ。そうなんだ、ご当地シール、ご当地シールとかあるの？ご当地のプクプクとかさ見たことない、あんのかな？可愛く着るパーカーマジで目の保養。パーカーは本当にさあのサクッと着れるから好き、だし楽、楽だから好きです。パーカーのフードかぶったし見たい。え、また載せるね。なんかこの間も載せた気がする。ちょっとあの X とか遡って見てみてシールプレゼント候補だな。いや本当にシール喜びます。プクプクか水入りかおはじきとかその辺がもう大興奮です。ハロウィンもほちゃんにお願いしてるかお願いします。 OK、 楽しみにしてね、ありがとう。アディダスのパーカー系似合いそう。え、アディダスのパーカーなんか昔持ってた気がする。来年の生誕はシール持っとくか。めっちゃ先バズった子、いつかゆきちゃんとチェキ取りたいですね。本当に会いに来て、いつでも待ってる、いつでもいつでも。最近キティちゃんのタイルシールたくさん買ったのにブレンドした。え、タイルシールさなんか今めっちゃ流行ってるんでしょ。タイルシール興味ある。ちょっとゆきもあのちょっと街を探し歩いてみるうーん、沖縄はあの去年行ったよ、行った、いたよ去年ね。ほんと偶然なんだけどアンドコールの3人が、その時アンドコールもちろんできてないんだけどの3人で沖縄コレクション出たの。すごくない？めっちゃめっちゃ偶然あの3人だったの。頑張れば東京も行けるのでワンマン頑張るよ。え、マジで本当に会いに来てみんな。透明版ツアーの東京ラストファイナルは2月10日です。会いに来て。北海道から神奈川まで間飛ばされた。どういうこと？どういうこと？どういうこと？12月に定期公演あったらその時クレープデートして渡すのもありかな。え、ありがとう、嬉しい。多分その時はまだあのシールに夢中になってるサンリオのキャラのプクプクシール、グデタマ以外は持ってないまだ。でもグデタマしかない。神奈川じゃない、鹿児島え、そうだよ、鹿児島は11月4日行きますよライブ。リキッドルームです。東京はファイナル2月10日。頑張るよ、みんな会いに来てね頑張ります。ツアー東京行きでよかった。えー、よかった、それはそれはよかった。そう、キャパ1000頑張ります。いっちゃんがシール好きなの、シール、すごいえ、すごい、いやすごい、面白いありがとうえ、面白い、面白い、え、面白い虹のリボンやばい、激アツ歌い始め惚れる。え、ありがとう。え、マジで本当に虹のリボンってさ、この間の配信の時も言ったけど、つなぎが多いのね。カリスマラプソディから虹のリボンそのままとかさ、アンドコールからそのままみたいな。だから本当にあの息切れしないように
マジで頑張って、もう歌い始めに全部の命を注いでるっていうぐらいに頑張ってます。ゆきちゃんが新しいリアクション覚えた、覚えた。ごめんね、面白かったよ本当に。って言うとさ、余計にさ、なんか気使ってるみたいに聞こえてるよね。余裕そうに見えたの気のせい。え、サブスクの時はさ、もちろんさ余裕じゃない。それでも難しかったから、何テイクかしたけどね。ゆきちゃんの声可愛いから、もう全部が愛してる顔も嬉しい。嬉しいよ。まおちゃんの動画で見てる。ああそういうこと。え、だからそう、本当に余裕そうに見えるように頑張ってんの、いつも。マジでマジで頑張ってる。前の曲の時からやばい、次虹のリボン来る、え、マジでマジで頑張んないと、ふうふうって言って、私とってやってる。あと落ちたびも結構緊張する。ゆきちゃんと会えた時嬉しすぎてめちゃ泣きそうだったんですけど、頑張って我慢してました。え、楽屋ね、泣いてたの、そうなの、かわいすぎる。そう、なんかメンバーの方にあれ聞いたよ、なんか楽屋ですごい喜んでてっていうのは聞いて、かわいすぎる、推しメンが喜んでくれてるのって内心めっちゃ思ってた。まさかの泣いてたの、かわいすぎるよ、かわいすぎる、愛おしい。爽やか、みおさん、え、マジ爽やかに、爽やかな女目指して虹のリボン歌ってます。寝ないといけないのに消したくない、かわいい、消さない消さないで夜更かししよう。うーん、渋谷学祭の曲紹介の人もめっちゃ幼い。曲紹介、曲紹介なんてしたっけ。あ、次はあんたらがんたらですみたいなやつかな。あ、なんか分かんない。私はお姉さんオタク目指して頑張ってます。え、お姉さんになったんじゃない。お姉さんになったんじゃない、ちょっとだけ。寝落ちしちゃいそう、寝落ちしな。じゃあこれからアイドルさんとツーマンとかできるといいね。そう、本当にマジで頑張ります。本当にティラミスさんとユキはツーマンしたい。本当に可愛かったの、ユキ、モニターで見ててさ。メンバーと泣かないって約束したから会いに行きました。可愛い、ありがとう。そう、声かけてくれてさ、 TikTok 撮った後にありがとう、めっちゃ嬉しいし嬉しかった。明日寝不足で起きられなくならない、大丈夫。ユキはね、ちゃんと寝不足でも起きるんです。しかも明日は渋カルの前に撮影もあるから結構早起きなんだけど、頑張ります。アイドルの友達増えたやつね、本当にアイドルの友達マジで募集してます。なったの、なったの、え、なったの、なっ、え、ちょっとはなったんじゃないの、ちょっと。ちょっとだよ。アイドルのお姉す、お、違う間違えた。お友達たくさん作られてる。そうだよ。そう、この間言ってたもんね。なんか TikTok 撮ってほしいみたいな。だからマジで、本当にお友達作ります。一緒にライブできるように精一杯頑張ります。ありがとう、ゆきも頑張ります。かわいすぎる。撮影から渋カルって固定なの？固定ではない。本当に偶然、いつも。しかも別に、撮影だけの日もあるし。ゆきちゃんは朝方まで起きてるイメージ。おぉ。ゆき、どんな時間でも、SNS いいねとかしちゃうから、本当にみんな寝てる間に通知とか来てるかのかもしれないけど。寝落ちしたら顔に iPhone 落としがち、それ痛すぎる、痛すぎるやつ。そろそろ寝るね、おやすみ、ありがとう。夜テンション良くなれます。いや本当に夜はマジで
本当に楽しい楽しい夜って楽しいよね。こんな時間まで配信お疲れ様でした。ありがとう。いやこちらこそ見てくれてありがとう。ゆきはこの紹介がしたくてこのシールハマったんだよっていう。懐かしいんだよ本当にこれ。ゆきマジ小学生の時とかさめっちゃ友達とシール交換したり、シール集めてた買ってもらったりしててさ、でそれ久しぶりにやりたいなって思って見つけたから買っちゃったよね。ゆきちゃんからいいねくると一緒の時間生きてるって思うからしい。え可愛すぎる、発想が可愛い。ゆきちゃんはゆきちゃんかゆきちゃまって呼ばれるのが嬉しいです。へ平成に戻った気分。本当にね本当に夜中はポテチ食べたくなる。わかる、夜中はねお菓子食べたいよね。いやそう目的忘れてたけど公園とかで似たい人がちゃんと取引しちゃうね。わかんの、小学生なのにさめっちゃちゃんと取引できてんのね。レート高いのはマジ2対1で交換とか3対1とかあったよねシールえぐいでしょ。えマジで今これハマってんの。ゆきお酒すればどこまで、どこまでってどこまで、どういうこと。ゆきちゃんも定着したのね。え結構定着した、みんななんかゆきちゃんもって呼んでる最近可愛くない。今来たばかないけど何のシール。これ水入ったシールとか、ゆきが小学生の時にあのシール交換とかして遊んでたやつを最近またしたいなって思って今日見つけて買ったの、シール帳とこれと。今それでハマってますっていう話。プクプクとか水入ったやつとかおはじきとかが好き、シール酔っ払いアイドル死ぬ。いや本当に本当にやばかったの北海道は初見です。この間初めて見かけてめちゃくちゃ可愛いなと思ってすごいフォローしました。ありがとう、嬉しい。ぜひライブもいつか会いに来てね、来てね待ってるよ。水入ったシールなんてあるんだ。そうあるの、これはねゆきは小学生の時からずっとあるんだけど最近また売ってるのを今日見つけて、これはあの前からあったんだけどシール帳見つけて買ったの。対面したらまおちゃまって呼んでもらおう。えいい、かわいい、みんなみんなちゃまつけよう。みよしさんあれで、マジこれからはマジゆきちゃまって呼んで鹿児島でやらかす予定は、ちょマジやらかしたくはない。結構な黒歴史作ったから北海道で。けどお酒は飲みたいから飲みます、絶対に。飲みすぎてアルコールちゃん本当にね、アンコールちゃんじゃなくてねアルコールちゃんにならないように気をつけます。ゆきとるんちゃんで気をつけます。ぜひ会いに行かせてください。来て本当に、東京だったら今週末もライブだしもう頻繁にあるので来てね。シール帳ってプリカラだけじゃないんだね。えプリカラ逆にシール帳に貼ったことない。ゆきこのなんか立体とかプクプクのなんか可愛いやつしかかも。やばい、夜テンション、夜テンション 入ったかもしれないクリスマス一人ぼっちの時どうしたらいいですか。一人でケーキでも食べたらどうですか実際呼ぶ時心理的ハードル高くなりそう。わかんの、それはわかる。梅酒ちゃん、芋焼酎ちゃん、ハイボールちゃん、え、かわいいじゃん、かわいい。じゃあリアも二十歳になったらマジみんなでアンコールちゃんからアルコールちゃんに名前変えます。週何、週何、本当にそれはね週によるかな。昨日 TikTok の服タイプすぎてそのままデートしてほしい、ディズニー行こうって感じ、すいません黙ります。 OK でもかか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 かわいいよねずっとこの呼び方したから自分がそう呼ぶの違和感しかない、助けて、頑張って。えマジみんなみんな今日からゆきちゃまだよ、ゆきちゃまって呼んで。明日寝ないと死んじゃうから寝ます。おやすみ、おやすみ、ありがとう、またね。
最後に会ったの生誕だから不足してる。ちょっと本当に会いに来て。受験終わったらマジで待ってる。二日酔い吹っ飛ばす、本当にね。憂鬱吹き飛ばすところをさ、二日酔い吹っ飛ばすってやるわ。なんかさ、配信さ、またあの1時間で切れるあれが来ました。ちょっと待って、コンタクト乾く。この間ってさ、配信止まってんだからめっちゃ分かんないですけど、なんか1時間もうすぐ経つらしくて、あ、経つわ。おやすみ、おやすみなさい、ありがとね、また来てね。消えないから大丈夫、本当？消えないならいいか。分かんないけど1時間経ちました、配信始めてから。食事タイムしとくか、食事タイムします。はい、何がいいかな。でこれやっとくわ。これゆきのお気に入りポーズ、かわいいやつ載せてね。ぜひ X とかストーリーとか載せてください。漏れてないやつとか事故画は NG。 あ、そう、これゆきちゃまポーズにしたから、この間のライブで。タレ目に憧れっていうか、なんか普通に可愛いなって思う。憧れ、憧れって言われるとまた違うんだけど。載せる、ありがとう。ハッシュタグ三好ゆきつけてね、みんな。エクボ可愛い、ありがとう。エクボはマジお気に入り。特典会タレ目のポーズは怖いよね。そう、みんなチェキでこれやろう。もともとタレ目の方よね。そうかな、アイライン下げてるから余計そのタレ目に見えるようにしてるっていうのもある。この前は振っていただき感謝いたします。あんまりもう届かなかったんです。いや本当にね。前ちょっとあの新ネタ楽しみにしてるわ。ピナムラナも同じポーズした。そうなの、知ってんのかな、どうなんだろう、知らないのかな。私はやりすぎて変顔になりそう。やばい、ちょっとみんなの見たい。みんなもさ、一緒にこれやってよ。いや、釣り目ではないです、自分釣り目だと思ったことはない。相方も同じポーズだね。ね、同じポーズね、嬉しい。ゆきちゃん待って、どんな回で思いついたの。え、本当にね、ピーンってしたの急に。つまむ位置大事、マジで。それはそう。臨時列車の時クリボッチになるということです。どういうこと、臨時列車、なん、ん、電車、どういうことだ。クリボッチどんまい。ゆきちゃんポーズそろそろ2、 いや2はちょっと早い。これを今やってやり始めたんだけど、はんばっかり。初恋で久しぶりに見て、私嫌いそうでした。ええ、なってないんかい。その時電流走って思ってたのね。そうなの、喋り方かわいい。本当、本当可愛いかな、これうまくできる自信ない。え、マジでみんなこれ一緒にやろう。結構ソロチェキの時とかね、これやるよ。けどちょっとみんなで一緒にやるバージョンも欲しいよね。ちょっと待って、カラコン乾く。あ、そういうこと、クリスマスの時に。あー、なるほどね。どうまい。今年はクリスマスライブ期待ね、あんのかな。ちょっとどうなのか自分もまだわかんない
けど会えたらいいね。なんでそんな深夜でビジュイの、いい？これビジュイかな。意識的にはそんななんだけど。ありがとうよ。生誕の集合でみんなでやろう。みんなで。写真拡大してみておゆき。今までソロチェキお願いしたことないや。確かに。言われてみれば。いつでも、いつでも可愛い。ありがとう。ありがとうね。じゃあちょっと15分までにします。あと7分、8分にするね。おすすめのコスメはなんだろう。なんだろうな。おすすめはディオールのハイライトとか塗りやすい。オリーブ系カラーね。オリーブ系カラーに入れたことあんのよ。けど色落ちすぐしちゃって、もうずっとなんだかんだこれです。でもこれかわいいよね。かわいいのかーちー。ちょっとさ、アイスが食べたくなってきたから終わったら食べますっていう報告です。ヘアオイルってどういう効果が、パサつきをパサつきを防いだりなくしたり、とか湿気で広がらないように抑えたりとか。マジ欠かせん。コンビニ行くか。ゆきちゃんが茶髪にした時ショーケースも離れたの覚えてる。そんなに寝てたけどなんとか間に合った。おお、もうすぐ終わるよ。15分まで。髪の毛目にぶっ刺さってない？マジで？ぶっ刺さってる。ウケる。ウケる。ってマジで乾燥する。寝なきゃだから小さいの住んでる。やだ。こんなこと言ってるのに趣味ドライブなのイケメンすぎてすごいです。ありがとう。そう、この顔でね運転できんだよ、ちゃんと。ちょっと結構ギャップ萌えじゃない？マジこれみんな惚れるでしょ。アイス何食べるかまだわかんない。どっかで見たことある気がする。本当？何でだろう。三好ゆきです。ゆきじゃなくてゆきです。ありがとう。ゆきです。インスタもフォローしました。お、ありがとう。嬉しい。戻ってきちゃった。あ、待って、目が戻ってきた。ゆき15分までだからさ、ちょっと最後まで見てて。マジ終わったら LINE 返します。本当にすいませんでした。ペコリ。自分でギャップ笑うね。ギャップ萌え。マジでみんな惚れる。夜中にカップ麺食べてるのに太らないのが謎。ゆきもでもそんな。ドライブチェキね、したい。ゆきもしたい。アイドルって地上？地上ではないです、私は。ドライブしたいです。あ、そう。メナも免許取る、頑張る。マジ、頑張れ。マジ、頑張れ。いや、その前に、ゆきはメナをまた、引き連れてドライブしに行きたいからします。マジで会いに来た。ありがとう。嬉しいよ。昔から知って元の可愛かったけどさらに可愛かったびっくりしました。ありがとう。嬉しい。相方さんとのドライブ写真待ってるね。待っててね。いつかまた連れて行きます。行きまーす。そう、ネイル可愛いでしょ。これまた新しくした。だーん。キラキラー。けど、正直前回のネイルが一番お気に入りすぎる。最近気になってインスタフォローしました。お、ありがとう。ナイス。遠出したいって話した時、運転交換できないって話題になったから免許取る気になってきた。待って。じゃあきっかけはユキってこと？好きじゃん。引っ掛け問題引っかかった？引っかかったけど最初はもうその引っかかったのを覚えた。
宮下パーク学校帰り行きました。かわいそうに涙が出ました。え、マジで次は特典会も来てね。ありがとう。前回のネイルはなんかチークネイル、ピンクのチークネイルに爪の先がミラーにして、ちょっとストーンとかつけてて、マジ可愛かった。ネイルは基本的月1ぐらい、月1かちょい前になるか、まあ、スケジュールといろいろ調整してやってます。激アツリボンなかったの？え、そうだよ、ほら見て、激薄リボンに変えた。え、この間さ、そうチキン的にさ、なんか分厚っみたいな言われて、へんへん、それが可愛いんだよ、なんか邪魔す左にね言われたの、この人に宮下公園は空中庭園です。そうです、そうです。リボン本当に可愛い、可愛いよね。え、てかマジリボンとかこのなんかハートとかあるとマジで一気に可愛くなる気がしてる。にゃん、あと2分ぐらいです。色の天才、え、本当にね、これマジね、変えてすぐメナに見せた、可愛くないって。悪口だよね、悪口だよね、悪口だよね、うん。大阪はあんまりないけど、あ、でもあの透明版ツアーを来年やるんで、1月の11日大阪行きます。だからチケットとかはまだなんだけど、あのスケジュールだけでももう開けといてくれると嬉しい。111に大阪行きます。ちなみに名古屋は2月の1日です。え、それリボン可愛いよね、本当にね、爪可愛いテンション上がる、わかんの。だからもう一気ネイルはやめられないです、マジで。宮下公園暑かったの、暑かったよね、わかんの、暑かった、チェックします、ありがとう。そう、ぜひぜひ透明版ツアーあるんです、来年。エフェクトもリボン、そう、これ、これも黒リボン、ほら、これと一緒、かわいいでしょ。衣装大事に使ってね、当たり前にね、当たり前に。 CM 出れそう、何のだ何の、でもそこまで出れると、そう、こちらこそ見てくれてありがとう。で、2人も自然でいいよね、これかわいいよね。ゆきちゃんの口癖わかんの説、え、わかんのってめっちゃ言う、わかんの。名古屋今日ありがとう、待ってます、待ってません、15分だよ。お、ありがとう教えてくれて、待って、マジでマジで感想するちょっと終わったら目薬さします。ってことで見てくれてありがとう。ゆきの新しい趣味はシール交換っていうかシール集めでした。これからもいろんなシールを集めたいと思います。で、明日は渋カル1時から会って、渋谷で公開生放送だから、そっち来てくれる方はぜひ来てください。で、来れない方もあのリアルタイムで聞いてくれたら嬉しいなって思います。はい、以上、なんとかネオシーズ見た、お、ありがとう、みんな見てくれてありがとうございました。なんか言い残したことは多分ない、わかんないけど、また近々配信はします。今週の、あ、今週の日曜日は渋谷バイデントでハロウィンの定期公演やるので、ぜひ会いに来てください。じゃあバイビー。